萩原雄介は、日本の天文学者。大阪府大阪市南区出身。旧世代一高等学校を経て、東京帝国大学理学部卒業。専門は、天体力学、理論天体物理学。日本学士委員会委員。君一等随法賞、文化勲章受章。増章増位。平山信、平山誠二、アーサー・エディントン。 松熊武彦に指示した。専門の天文学院外では、旧姓大阪府立今宮中学校時代からの織口忍文家として知られている。1955年9月14日にゲーテリンク天文台で発見された小惑星には萩原の名前が付けられている。萩原の名が付けられた小惑星については萩原を参照。萩原雄介の妻、優子は、 元日本銀行総裁、深井英語の長女である。深井の妻、すなわち、優子の母、春は、北新政財界の第一人者として知られた、小坂善之助の次女にあたる。ゆえに善之助の長男で、政治家、実業家として活動した小坂純造は、深井の義兄であり、優子のおじにあたる。純造の三男で優子の重邸にあたる小坂、徳三郎は、 三井十一家の一つである、本村長家の二代目、当主、三井弁造の長女と結婚したので、萩原家は、深谷、小坂家を通じて、三井財閥の創業者一族である、三井家と、隕石関係で結ばれている。また萩原祐介の師匠の一人、平山慎の三女が、旧で和国秋田藩主、佐竹氏の分家である、佐竹あずや、佐竹義と氏に嫁いだが、 佐竹の姉が、三井十一家の一つである、伊羅五家の七代目、当主、三井隆弘の次男で、泉姓を名乗って分家した泉公直に嫁いだので、平山信、萩原の指定は共に、三井家と隕石関係にあると言える。なお、徳三郎の兄、小坂善太郎も、祐子の重廷にあたり、徳三郎は、妻との間に参上を設けた。政治家の小坂賢治は、 小坂善太郎の次男なので、小坂賢治から見たら、萩原裕介は、父の重視の夫にあたる。萩原裕介、有効夫妻は三男一女を設けたが、次男、道夫は、裕介の義父、すなわち、道夫の外祖父にあたる深い英語の養子子となり、日銀勤務を経て、日本長期信用銀行の監査役を務めた。また日本テレビ放送網社長及び日本。 テレビフットボールクラブの会長兼社長を務めた萩原敏夫は、祐介、祐子夫妻の三男である。なお、祐介の長女、綾子は、大倉省、行政管理庁に勤務したキャリア官僚の辻慶一に、嫁いだ。ありがとうございます。